修営者未来文庫大賞は、修営者主催の公募文学賞。同社の児童文庫レーベル、修営者未来文庫の2011年3月創刊に合わせて新設された。大賞作品は未来文庫から刊行される。各賞、聖賞は記念品。第1回から第5回までは、副賞として大賞に50万円、優秀賞に20万円。 第6回より副賞として対象に100万円、優秀賞に50万円。募集期間は毎年12月1日から翌年に1月31日までの2ヶ月間。期間外の応募は無効としている。発表は毎年7月5日、未来文庫公式サイト上で最も早く行われる。続いて集英社発行の情報誌、青春と読書の8月号市場で行われる。 共に受賞作品紹介、受賞者紹介、選考委員の選票や総評などが掲載される。第1回は創刊の2011年12月から募集され、翌年2012年7月に発表された。このスケジュールが翌年以降に引き継がれている。第8回より年2回開催となる。 募集期間は11月30日から翌年1月31日までの2ヶ月間。第9回は7月末締め切りの予定。謝辞は未刊行。あとに、シリーズ化された作品については受賞作の観光時サブタイトルは割愛している場合がある。また、選考中でデビューした作家については本票より割愛している。ありがとうございます。